ブリティッシュコロンビア州のロジャーズ峠ロジャーズ峠とはブリティッシュコロンビア州にあるセルカーク山脈を超える標高の高い峠でカナダ太平洋鉄道とトランスカナダハイウェイが通過しているこの峠はコロンビア側の大屈局をショートカットして西のレベルストークから東のゴールデン近郊のドナルドまでをつなぐ峠は1881年5月29日に カナダ太平洋鉄道に雇われていた測量技師のアルバート・ボーマン・ロジャーズ少佐によって発見された。ロジャーズは自分の名前を冠する峠をもう一つ有しており、モンタナ州で1887年に発見し、南東に6 0 0キロメートル離れている。ロジャーズ峠はグレーシャー国立公園の心臓部であり、1886年にこの地域がアクセス可能となって以来、 スキーとザニアキャンプ、ハイキング、登山に人気のある産地のただ中にある。この場所には観光客向けのサービスを行うロジャーズ峠、ディスカバリーセンターやホテル、国立公園事務所がある。ロジャーズ峠はカナダの国定史跡として指定されている。ロジャーズ峠は数多くの山々に囲まれた峡谷である。この地は清流するイルシルワト川と登流する。 ビーバー川の源流によって形成された。両河川はどちらもコロンビア川の支流であり、この川は峠の北2 4 0トルも迂回している。ロジャーズ峠は陶器の降雪で知られており、年平均約1 0ルの降雪量となる。険しい山々のために、陶器において、なだれは極めてありふれた出来事だ。鉄道が初めてこの峠を越えた際、なだれから鉄道を守るために、 31カ所、総延長6.5キロメートルのスノーシェードが作られた。後に、トランスカナダハイウェイのためにもスノーシェードが建築されており、その最大のものは1962年に完成している。冬の間もハイウェイを開通しておくために、王立カナダ砲兵隊は、交通が予想外の雪崩に合わないよう、交通制御下において105ミリ流弾砲で雪崩を引き起こしている。 ロジャーズ峠とカナダ太平洋鉄道の線路の向こうに望むキャロル山。1887年1870年代においてカナダ太平洋鉄道が計画されていた時、ロッキー山脈越えで最適とみなされていたルートは北部のイエローヘッド峠だった。1881年に鉄道建設プロジェクトが民間企業に譲渡されると、ルートはキッキングホース峠に変わっていた。 線路がプレーリーを横切るルートで建設されている最中、鉄道会社は人石未踏のセルカーク山脈を越える峠を探し出す必要があった。さもなければ線路は大屈曲経由で大回りを余儀なくされることとなっていただろう。峠を見つけるために A.B. ロジャーズ少佐が鉄道会社に雇われたのは1881年4月のことだった。峠発見の報奨は 峠の名称に名前を残すことと5000ドルだった。ウォルター・モベリーが、すでに西へつながるイーグル峠を発見しており、このも、バリーの報告にあった示唆をもとに、ロジャーズは今日レベルストークと呼ばれる地点から出発し、イルシルワト川を遡った。ロジャーズの一行は、あとわずかでサミットにたどり着くところまで進んだが、食料をほとんど使い果たし引き返した。しかし、 峠の存在については相応に確信を深めていた。翌1882年、ロジャーズは東から峠に向かって前年に交代を余儀なくされた地点にたどり着いた。そして、峠の存在とプレーリーを越えて急速に近づいてきている鉄道の線路を通すために問題なく利用できることを確認した。ロジャーズは受け取った5000ドルの小切手を現金化せず、 しばらく自宅の壁に止めて飾っていた。これは CPR のゼネラルマネージャーだったウィリアム・コーネリアス・バンホーンが代わりの品として金時計を送るまで続いた。ストーニークリーク橋を渡るカナダ太平洋鉄道の列車この峠を通る線路が1884年に建設された時、ビーバー側から登る東側の路線には撮影によく使われるストーニークリーク橋のような 超大橋を必要とした。また峠の西側では、険しい丘陵を越え、まただれを避けるために一連のループが用いられた。カナダ太平洋鉄道は1985年秋に、工事が完了した後もしばらく線路を開通させずに置き、冬の間のなだれの状況を監視した。その結果、31カ所にスノーシェードを設置し、その総延長は約6 5トルに及んだ。 大規模な雪崩が幾度か警告なしに襲来し、鉄道は人命財産に重大な被害を負うこととなった。1899年、峠の鉄道駅が雪崩によって破壊されて、8名が亡くなった。1910年3月、雪崩のデブリを除去するために運行されていたロータリー除雪車と作業員が他人の反対側から流れ落ちてきた二度目の雪崩に、 襲われ、62名が亡くなった。雪崩を避けるために、ロジャーズ峠の下をくぐる全長 8km。当時、これは、北米最長の鉄道トンネルだった。廃止された路線の一部は、最終的に、グレーシャー国立公園の散策用、レールトレイルとなっている。トンネルを通ったとしても、列車が峠を登るためには、CBR の保有する最大級の機関車と、 後方から押し上げる長い補助機関車を使用としていた。最大級の蒸気機関車、セルカークは、この峠により貫通された山脈にちなんで名付けられている。1988年、カナダ太平洋鉄道は輸送量を増強し、東側の勾配を下げるために、峠の下に全長 14.7km のマウントマクドナルドトンネルを開通した。 ロジャーズ峠の最上部のトランスカナダハイウェイ、レベルストークとゴールデンを結ぶ、元々のハイウェイはロジャーズ峠を避けてコロンビア川沿いに大屈曲を通っていた。1956年から1962年にかけてルートを短縮するために峠を越える新しいハイウェイが建設された。これが現在トランスカナダハイウェイの一部となっている。これにより、 マイカダムの建設を可能とし、大屈局の一部は、金バスケットことなった。数多くのスノーシェードとアースダムがロジャーズ峠の、ハイウェイを、だれから守っている。ロジャーズ峠は、世界最大級の軌道だれ制御プログラムの本拠地で、ある。パークスカナダと、カナダ国防省は、トランスカナダハイウェイと並走するカナダ太平洋、鉄道路線の安全を守るために共同で、活動している。 ありがとうございます。